シリさん、僕結構ポケモンの才能あると思うんですけど、なんとかなりませんかね。ダメっすか。じゃあ行きます。あかんか。真面目にやるか。じゃあ、お、なんかすごい施設感がある。ポケモンリーグってなんか作品によってはとんでもないテクノロジーが使われてたりするもんな。ちゃんとなんか現実にありそうな建物の中っぽいね。お、来た。え、お前一人目。あ、いきなりチリなん。メガネ置いてきたんや。あ、そうなんや。あれ、じゃあ面接官っぽい感じ出すためなんかな。それともあの近くのもの見るときだけメガネなんかな。四天王の露払いはこのチリちゃん。ふんと可愛がったるからせいぜい気張りや。お、なるほど。まずはじゃあチリに勝てなくて先に進めないやつが出てくるってことやな。ナマズンかー。ああ、つくねにしちゃってるわ。ナマズンかー。ようやっと戦えるな。すぐ終わったら承知せんで。あ、心配せんといて。ナマズンは、水地面やから、草やな。よいしょい。何してきてるかな、でも。なんかめんどくさいことしてきてない。ダクリオッケー。ならいい。まあ一つ。で、トリックフラワーはこっち先行できるから、まず間違いなく、これで終わり。あ、てか5匹しか持ってないな。えい。草4倍。まあ耐えれんわな。やったね。ナマズンは倒れた。さあ次は？バクーダを繰り出そうとしている。はい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 。なら水かな？バクーダは炎、地面、水4倍か。よっしゃ。霧はバクーダを繰り出した。勢い余って一周してるやん、ボール投げた後。アクアテイル外しだけが怖いけど、まあ外したところでやな。オッケー、勝ったな。いいよいいよ、いいペース。やったね。バクーダは倒れた。さて、ドンファンを繰り出そうとしている。ドンファン、はあ、まあこのままでいいか。地面タイプか。いい。地面タイプ統一なんやったら草、水、まあじゃあ水飴とかサラダとかで勝てそうやな。あ、じゃあもしかしたら外れる可能性ある。アクアテイル持ってる水飴よりも、もしかすると、あ、やったね。あのサラダの方がいいかも。毒好き、痛い。フェアリーに刺さる。毒なる。なるか。まあドンファンだけは倒してもらおうかな。この先ちょっと水タイプが必要なポケモンが出てこないことを祈りつつ、これ何でもいいっすね。確実に当たる方の技にしましょう。ドンファンは倒れた。で毒ダメ入って、何この間、何この間。水飴が毒を認識するまで待たされた。ダグトリオですか。おい、サラダでいきましょうか。まあ、サラダ足速いからね。大体のポケモンより先に動けると思うから。あ、ちょっと待って、ダグトリオか。あれなんや、海トリオの方じゃないんや。じゃあすいません、トリックフラワーを。これって途中でポケモンセンター寄れないってことは、ここでテラスタル使っちゃったらもうこっから先の戦闘全部テラスタル使えないってことよね。やったねってことよな。そう考えるとテラスタルは取っといた方がいいな。どう繰り出そうとしている。どうって毒地面、ん、これさ毒地面やと思うんやけどさ、もしかしてテラスタルしてけへん。いてこましたる。どう龍騎せ。めちゃくちゃ言うやん。めちゃくちゃ言うやん、チリちゃん。こいつ絶対片手しか使えへん。自信が、右肩に自信が。何それ。あ、これが地面。こうしたらさ、草弱点になるんじゃん。本来やったら毒入ってるから草弱点じゃないんですよ、どうって。やねんけど、テラスタルしたことによってこれ弱点になるんじゃない。おれー。柵に溺れたな。やったね。いやいやいや、やったね。あと、チリちゃん全然パルデア地方のポケモン使えへんな。めちゃめちゃ他の地方のポケモン使うやん、君。
あ、不満そう。自分やるな。不満そう。全然納得してない顔してる。あーずるいずるい、こんなんかなわんや。負けたこっちがスカッとするほど気持ちいい勝負なんやもん。実技テストを突破できるトレーナーはほんの一握りなんやけど、トーコならひょっとするとひょっとするかもな。視点の二人目はもっと強いから気張るんやで。おい次出番やで。え、あ、もうこれこの部屋でずっとやるんや。なるほど。次々移動していくタイプじゃないんや。チリちゃん負けちゃったんです。せやねん、ごっつ強かったわ。横で見学しとるから。横で見学してんの、おもろ。初めてじゃない、四天王が横で見てんの。まあちょっと回復入れますか。うわ見てる、話しかけてんのかなこれ。すげえ、すごいな。これ新しいな。どうしようかな。つくねにしてるけど、フカヒレにしとこか。フカヒレやったら最悪タイプ相性が微妙でもまあ戦えるしな。よし、ポピーに挑みますか。はい、いまーす。まあセーブはしてないけど、これはセーブはいいんじゃない。ちっちゃ、この子ちっちゃいな。首に何かけてんのこれ。せっかくの二次試験ですけど、お兄ちゃんはここでバイバイ。ポピーのポケモンちゃんみんなカチカチですので。カッチカチやぞ。やばい、攻撃なんてへっちゃらモヘモヘなんですの。カッチカチやぞ。あー、鋼か。あ、じゃあ、つくねでよかったやん。あ、そっか。今、モンスターボール手品みたいな取り出し方してる。大王道。大王道か。大王道か。鋼単体？え、あれ、大王道のタイプ分からへん。鋼単体やったら地面効くんじゃない？あ、よく考えたら別にそうか。地面効くから。まあ、フカヒレでもええか。ちょっと待って、一回撃ってみる。いけんじゃね？いけるねえ。やったねえ。ねえ。オッケー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 。あまり疲弊したくないから、ちょっとバンバン倒していきたいな。アーマーガーを送り出そうとしている。アーマーガーは鋼飛行やから地面効かないので入れ替えることになるんですけど、地面、え、あ、じゃあ鋼飛行ってことは電気通るか。通るな、多分。ちょっと電光衝撃撃ってみるか。鋼タイプって防御高いポケモン多いのかな。そんなことないのかな。ポケモンの個体とかは全然、ああ、プレッシャー放ってる。 PP 減らされる。プレッシャーは PP が多めに減る特性です。電光衝撃、まあでも撃って逃げていく、もうそれだけで終わると思う。これで終わらんかったらちょっと嫌度が高いです。電光衝撃いけいけー、見したれお前の。あ、おい、ちょっとくすんだ色が。やったね、色がくすんだ、うちのこの色が。オレンジは電気を使い切った。これって手持ちに戻しても復活せえのかな。さすがにするか。どうたくんか。どっちやろう。どうたくんはね、特性が耐熱か冬のどっちかなんですよ。どっちかで、冬やった場合は地面が効かないんですよ。耐熱やった場合は炎ダメージが半分なんですよ。ただもし冬やった場合ノーダメージやからさ、耐熱の場合はダメージは減っちゃうけれども、一応ダメージ与えることだけはできるから、ちょっとノーダメージは嫌やなということで、いっぺんつくねで確認しましょう。これで HP めっちゃ残った場合は多分耐熱です。でかなりいい削れ方した、もしくはワンパンかな、どうやろう。ちょっとフレドラ打ってみます。これで HP の減りでわかる。オッケー、冬や。耐熱やったら多分 HP 半分ぐらい残ってると思う。オッケー、これガブリアス出してたらノーダメでしたね。向こう。オッケー、よかったよかった。ジバコイルを繰り出そうとしている。で、おいで、フカヒレ。よし、お前や。ここはお前のターンやぞ。この相手は。このジバコイル、どっからどう見ても浮いてますけれども、なんと地面が4倍です。当たりまーす。本来相手、浮いてる相手って、あれなんですけど、やったね。浮いてる相手って地震当たらない相手が多いんですけど、このジバコイル君は見事に当たります。理由は誰にも分かりません。オッケー。で、ジバコイルが終了。
さあ来やがれ。デカヌちゃんや。君も持ってんのかい、デカヌちゃん。いいよね、デカヌちゃん。多分、鋼テラスタルするよな。じゃあ、地震で。最後のポケモンちゃんが何とかしてくれます。というか、これ、デカハンマーしてくるな。多分、鋼テラスタルからのデカハンマーやろうな。だから、ここ地震で一撃で倒さんと、フカヒレ痛いかも。おめかししましょ。確かにな。かわいいもんな。頭の上にハートいっぱいついて可愛いもんな。で、やっぱ四天王はみんなテラスタル慣れしてるな。ペパーとかなんかテラスタルするときに、うおーみたいになってたもんな。あれ多分すごい、風すごいんやろうな。チリちゃんとか全然眉一つ動かしてなかったもん、ね、慣れてるんやろうな。やっぱやったね。ごめん、やったり忘れた。たまに忘れます。はーい、かわいいなぁ。ガヌちゃんはかわいいなぁ。おらぁ、連れてきてよかった。で、は？なやこいつ。幼いからって何言ってもいいと思ってんな。チリちゃんの肩叩き、ポピー取れませんでした。叩きな。まだ肩コールとしちゃうよ。ほんでポピーちゃん負けたら次の人呼ばな。おじちゃん呼ぶのお久しぶり。おい、おじちゃん出番ですよ。発作は？あれ？あれ？あ、起きやん。あ、起きやん。何してん？あ、どうも。え、な、え、何してん？あれ？青木四天王やってますみたいな、あったっけ？あれ？俺が忘れてるだけ？そんな情報あった？ご飯、あ、ありがとう。応援してくれてる。青木のおじいちゃん、とてもすごいですので。でも飛行じゃないのかな？ないかも。いや、これ、タイプ変えてきてそう。挑みますか。あなたでしたか。面倒なことにしてんのも兼任。君、サラリーマン兼ジムリーダー兼してんのってこと？ジムでは自分と似ているノーマルタイプを使っていますが、あれ？ノーマルタイプだっけ？ここでは違うタイプでやれとお上から言われてました。あれ？あ、え？あ、ノーマルタイプか。あ、俺最後に出してきたムクホークの印象でずっと俺、青木のことを一行タイプやと思ってた。やばあ、でも違う、タイプ違うんやな。違うんやな。何タイプやろ。よかった。業務開始です。ちょっと待って、俺なんかダブル勘違いで、戦闘をオレンジにしちゃってるわ。飛行タイプ一緒なんかなと思って、電気タイプで行くかと思って。トロピウス、あー。やべえ。オレンジじゃちょっときついか。飛行タイプやな。嘘から出た誠。嘘というか勘違いから出た誠。でおいでつくね。トロピウスは、お、日本バレいいの？え、なんかすいません、本当にありがとうございます。こちらの炎技の威力が上がりました。すいません、ほんまに使わせてもらいます。どうもありがとう。助かる助かる。そういうのやったね。結局ポケモンの交換してへんわ。今更やけど。そういや、手持ちこのまま来ちゃった。もういっか。ムクホークを繰り出そうとしている。あ、ムクホークはやっぱ愛着あるんやね。じゃあまあオレンジでいいか。いやー、ミスったわ。そっか、ノーマルタイプやったっけ。ノココココッチみたいなの出してたの青木か。そっかそっか。もう向こう、ほんまに向こうホークのことしか覚えてなくて。まあ、ワイルドボルトで倒せんじゃねって思うけど、どうでしょうね。いってらっしゃい。ゲイ。やったね。ホークでワイルドボルトは反動技なのでダメージを多少受けます。さて、チルタリスか。
シルタリスは氷4倍のイメージが強いな。でもドラゴンついてるからドラゴンにはドラゴンでいいんじゃないですかね。うち氷タイプの技覚えてるポケモンいてないのよな。シルタリス、なんで日本バレしたん？なんでトロピウス日本バレしたんやろ。全然その先炎技やったね、炎技使いそうなポケモンが出てこないんやけど。踊り鳥、踊り鳥か。踊り鳥ってさ、なんかなんとかスタイルみたいなんで全然タイプ違ったよな。何タイプなんやろ、わからん。一回かなこ出すか。いっといでかなこ、全然出てないもんな今日。というかなんか出ながち、かなこ活躍の場がないと出ながちやから使っていこう。まあ、ちょっとポケモンうちの子たち全体的に疲弊してるから、ここは全く体力をここまで残してた。あデカハンマー今一つな、なんでやと思ったら、そっか鋼タイプって電気タイプに効果今一つか。わあ、まあでも向こうもこっちに抜群つける技持ってないと思うから、これはもうじゃれつくでしばき合いや。かなこしばけー、お、急所に出てる。えらいねー。お、避けてる。えらいねー。かなこ、ちょっともう、ハンマーでか邪魔やな。いや、えらすぎ。今日一番えらい。まさか踊り鳥ノーダメージで倒せるとは。素晴らしいな。もうそのまま青木潰しに行く。カラミンゴ、カラミンゴか。カラミンゴって僕よく知らないんですけど、あいつ何でしたっけ、水って思ったけど、ごめん、最後のポケモンやわ。最後やからテラスタルするよな。まあ、テラスタルするのであれば関係ない。右肩上がりの強さです。これは楽できませんか。はい、そういえば青木の投げ方かっこよかったな。サイドスローやったわ。電光掃撃、髪が乱れますが風向きを変えましょう。マスやよな、すごいな青木の髪型。お前髪めっちゃなびいてる。カラミンゴどこにつくねん。あ、そこにつくんや。かわいい、ちっちゃいのかぶってる。いけ、よし、やったね。電光掃撃は最後の一撃みたいな感じで使うとめっちゃ強いな。基本ワイルドボルトででもいいかもな。か、まあ電気技はここだけやなみたいなタイミングで使うのはありか。あと強力な敵が出た時とか。よし、飛ぶ鳥ポケモンを落とす勢いです。2回も倒してもうたわ。2回もお小遣いくれたわ。あ、まあこんだけ兼業やってたらそれなりに給料もらってるやろ。見違えました、トップが気に入るわけです。次は最後の四天王です。八作さんやな。じゃあさあ来るか。あれ来ませんね。あの、聞こえてへんとちゃいます。声ちっちゃいんか。八作さんどうぞ。青木さんもうちょい声出さんと。八作さん。八作さん出番やで。ほんまに聞こえてなかった。まだかなって、あの扉の前で。東国君よくいらっしゃいましたですよ。青木はまたチリに呼ばせましたね。またってことは過去にも、あ、多分ネモちゃんの時や。フカヒレ戦闘に戻しておきましょう。八作さんのタイプマジで読めへんな。何やろ、八作さんの説教長いんですよね。せやろな。最後の四天王は八作さん、どう攻略するか見ものやな。ちゃんと年長者やからみんなが敬ってる。よーし、勝負や。あなたならいずれここまでたどり着くと思ってましたですよ。若い目の成長は本当にね、著しい。おお、これほどまで早くは今見えることを想像をはるかに超えていました。本来教師とは教え子を導き、その成長を助けるもの。ですが今は教育者としての本分は忘れ、あなたを倒すだけためだけにこの力を振るいましょう。ずっと思えてないけど、静江さんみたいな髪型してるよね。
実技テスト最後の砦を守る竜か。あ、ガブリアス生きてるわ。オッケーオッケーオッケー。モーゼンタル勝負の息吹を身をもって教えましょう。オッケー。で、ガブで戦闘は確実に取れる。問題は、なんなら八作さんがガブリアス持っててもおかしくないこと。オンバーンね。本気でかかってきなさい。全力で迎え撃ちましょう。オンバーンって、ドラゴン単体か。飛行ついてるかな。飛行ついてたとしてもドラゴン技は通るね。早い。早っ。怒りの前は HP 半分にされた。やったね。相手のオンバーンは倒れた。で、次がアップリューか。剣盾の追加されたやつやよな。あいつ何やったっけ。ちょっとすいません、タイプ相性表を見ながら考えています。確かドラゴンと草やったと思うねんな。ドラゴンと草やったと思うから、まあドラゴンタイプは通るんだけど、おそらくフェアリーが通るんじゃないかな。草なら、草じゃなかったとしてもフェアリーはどうでしょうか。あ、アプリューってこんな飛んでるんや。なんかこれの一個進化前のカジッチョか、あれのイメージが強くて、アプリューはあんまり記憶になかった。じゃれつくが、お、外れる。宿り切られる。まあこれはいいでしょう。でも宿り切ってきたってことはやっぱ草タイプやな。なら、これで、オッケー。一撃ありがたい。やったね。一撃ありがたいね。さて、で、あ、ありがとうございます。食べ残しですね。吸われた分食べ残しで。ドラミドロ、はい。ドラミドロは確か毒ドラゴン、毒なんでフェアリー効かないんですよね。だからここは、フカヒレで。ドラミドロってそんなに足速い。毒ドラゴンやから地面通るか。これ効くんちゃいますん。えい、へいへいへい。やってるんじゃないの。読み冴えてんじゃないの。本日、オノノクスか。出たな、オノノクス。オノノクスはドラゴン単体なので、こいつはフェアリーでいこう。これでドラゴン技が僕に効かないので、僕というか水飴に効かないので、そして水飴が白間にレベル67になってて、とんでもないじゃれつき方をするので、じゃれついちゃえ。あ、僕の、あー、やべって覚えてる。いけいけ。お、避けた、えらい。じゃれつけ、じゃれつけ。やったねやけど、あー、終わりなんや。そっか、なんかもうちょっと手こするかなと思ったけど。セグレイブを繰り出、セグ、ん？セグレイブって、え、知らんかも。でもドラゴンやな。このままいっか。合格までもう一息ですよ。頑張れ頑張れ。優しい。八作さん優しい。なんでしょうか、このポケモンは。私初めて見ました。なんですか、この子。強そう。かっこいい。じゃれつこ。かっこいいし、じゃれつこ。テラスタルジュエルをその冠に大いなる竜よ降臨なさい。タイプわからんけど、でもドラゴンタイプにしてしまうんですか、ハサクさん。ああ、笑ってかっこよ。しずえさんと髪型一緒やのに。ドラゴン単タイプにしてしまうのであればフェアリーが効く。よし、行け。つらら落とす。まあ、これ、チャレツク外れすぎじゃない？命中率 90% の技外れすぎじゃないですか、このゲーム。ずっと思ってるんですけど。90% っすよ。向こう、面の落とし覚えてるんやったら、ここ、フカヒレにしなくて正解やな。おい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 。これ、フカヒレやったら、面の落としで殺されてた可能性あるな。はい、偉い。いけ！やっと当たったわ。チャレツクのがなんでそんな外れ？やったね。そんな難しいこと言うてへん。
アクアテイルが外れるのは まだギリギリ分かんないけど、じゃれつくは外れるなよ。よし、勝ちですって言ってました今。ドラゴン八作さん、八作さん、しっかりしてください八作さん。あ、ちりちゃんが拍手してくれてる。ほんまにやってもうた。あら、まあ、お、素晴らしい小生感動じゃ。うぽーい、おいおいおい。八作さんはいつもこうなんですか？ちりさん、すまんな、投稿。うちらの大将、たまにこうなっても、あ、たまにがよかった。たまにでよく、毎回こうやったらちょっと、だって仕方ないじゃないですか。代わりに進行するけど、チャンピオンテスト二次試験、実技テストは、文句なしの合格や。ここで不合格やって言われたらもう一戦やからな。まあ、カッチカチです。カッチカチやな。はい。よく頑張りました。おめでとうさん。って言いたいとこやけど、チャンピオンテストはもうちょっとだけ続くね。お次はいよいよチャンピオンテスト最後の関門。奥の扉を見てみ。八作さんの泣き姿が見えます。うちらのスーパー総大将最終テストの試験官はこの先で待っとる。四天王をその実力で腕づくかき集めたチャンピオンランク最強のトレーナーや。ま、チリちゃんに勝てた自分なら楽勝やろうけどな。サービスしたるから負けるんやないで。あ、回復。助かる。お兄ちゃんのポケモンポピー好きなのです。頑張れってしますの。これ応援はしてくれへんのかな。グッド。竜は一寸にして昇天の気あり。おお、びっくりした。いつの間に復活を。あなたならきっと成し遂げることでしょう。はい。青木さんに喋らせてあげてもらっていいですか。さあ、行きなさい、東岡くん。その小さな手で大きな勝利を掴んできなさい。うん。二人の間抜けていかなきゃダメですか？迂回したらダメとか、そういうことですか？グッドラックで。ありがとうございます。まあ、そうね。グッドラックって言いたかったやろな。今世紀最大の決まりや。今世紀最大の決まりや。はい、頑張るわ。あなたも十分に強い。物おじせず平常心で立ち向かうのですよ。おもだかさんやろ、最後。ネモではないやろな。